ワイラーが親父さんの後を継いであの薬の研究を再開してからどれくらいになるだろう。危険なことは分かっているのに、薬を完成させてはいけないことは分かっているのに、私にはどうすることもできない。ここがワイラーの屋敷か。なんや、ワイの家の方がでかいやないか。所詮田舎ってことがいな。お前今さら何しに来たんだい。決まっとるやないか。フレアを取り返しに来たんや。痛い目見んうちにフレアがどこにおるんか言うてまえ。ずいぶんと舐められたもんだね。脅されてはいそうですかって喋っちまうわけないだろ。しゃあないな。女に手あげるんは気が進まんけど、一応やるか。お前もしお前が勝ったら。なんや急に。どんなことをしてもワイラーが研究している薬の完成を阻止してほしい。あれは危険な薬だ。あんなものはない方がいいんだ。よっしゃ任しとき。何が何でも薬の完成やめさせてある。ありがとう。これで心置きなく戦える。だが私に簡単に勝てると思ったら大間違いだよ。行くよ。一体どんな効果があるのか。親父の研究レポートとフレアの持ってきたこのデータ、2つを合わせて初めて研究が完成する。未知なる力の源、究極の薬が出来上がるんだ。フレアはよく働いてくれた。この俺が究極の力を手に入れるのに最も協力してくれたんだからな。これからも俺のそばにずっと置いてやろう。そろそろ薬の効果を試してもいい頃だよな。
おあつらえ向きに実験材料がフレアを取り返しに来たようだ。さあショータイムと行こうか。
俺は遊びに行くんじゃないんだぞ。私だって遊びに行くんじゃないんだから。ロバートのことは俺に任せて、お前は留守番してろ。やだよ。お兄ちゃんだって私の極限流空手の実力知ってるでしょ。絶対役に立つもん。お前はブランクがあるから当てにならんぞ。いいからおとなしくしてろっての。どうして？ロバートさんのことが心配なのはお兄ちゃんだけじゃないのよ。私だってどんなに。それなのにもういい。お兄ちゃんのバカ覇王昇降拳。わあ、何するんだよユリ。待て、こら、どこへ行くんだ。ちょっと厳しかったかな。いや、そんなことはない。だいたいあいつはいつだって何でも首を突っ込みすぎるんだ。ロバートが絡むとすぐムキになるし、まあそれだけ思ってるってことなんだろうが、危なっかしくって見てられんことも多いが、まあ、我々でユリなりにいろいろ考えてるんだろうな。結構家族思いだし、やっぱりちょっと言い過ぎたかな。本当のところユリほどの使い手なら多少のことなら自分で何とかできるんだよな。今回は特に危ないこともないと思うし、連れてってやるって言えばよかったかな。ね、そう思うでしょ。ああそうだな、うん。え、ユリ。お兄ちゃんって話がわかるのね。さて私も旅行の用意しなきゃ。じゃあお兄ちゃん後でね。あいつもう同情なんてしてやらんからな、まったくもう。やれやれ、言うとくけどワイは。フレアのことなら俺に任せな。ワイは考えを変える気はないで。じゃあ荒療法で行くぜ。ラウンド1、ファイト。剣士風脚。ほらほら、ほらほら。お前はすぐユリの元へ行ってやれ。あいつは相当手強いらしいで、ユリちゃんの方は分かった。俺はロバートの親友、リョウ・サカザキだ。さあ一緒に帰ろう。フレア、そいつから離れろ。彼女は返してもらうぜ。フレア、そいつと一緒に行くか。できるわけないよな。聞いての通りよ、私は。さて、君の処分を決めようか。まだそれは実験段階なのよ、やめて。ショータイムだ。ラウンド1、ファイト。やったか。助けて父さん。さあフレア、今のうちに逃げよう。やっぱり彼を置いていけないわ。リョウ、ごめんなさい。ロバートには。本当にそれでいいのかい。覚悟はできてるわ。分かった、ロバートもきっと分かってくれるさ。お前ともしばらくお別れや。ああ、フレアのことは。フレアなら大丈夫や、心配いらへん。どないしたんや、いつもの明るいユリちゃんはどこへ行ってしもたんや。
私、ロバートさん、あのね。さあ、そろそろ行かんと。ほんなら二人とも、またな。いいのか、行かせちまって。まったく強情だな。ほら。お兄ちゃん、これって。俺の気が変わらんうちに、早く行けよ。ありがとう、お兄ちゃん。あとは頼んだぜ、ロバート。よし、一本。全然わからんかったで、すっかり綺麗になって。女の子はちょっと見合い間に変わるもんやな。ちょっとじゃないわ、もう随分経つのよ。ロバートだって見違えちゃった。すごい男らしくなっちゃってそうやな、一緒に遊んでた時は背も同じぐらいやったもんな。フレアがワイにくれたペンダントもろた時にはなんか妙にでかい気がしてな。二人で金メダルみたいや言うて笑っとったんが昨日のことみたいや。こっちに来てからは変わりない？ああ、極限流いう空手に入れ込んどった。その極限流の師範代の息子がワイの親友や。りょう言うて気持ちのええやっちゃ。フレアの方は何ぞ変わったことはあったか？ううん、父さんが死んだことくらいかしら。すまん、また思い出させてしもた。親父さんにはワイも世話になったさかいに、そのうちゆっくり墓参りせなあかんな。ねえロバート。うん、なんやフレア。ロバートって恋人いるの？なんや急に、どないしたんや？その慌てようは、さてはいるのね。いや大切な子はおんねん、大事にしたいと思ってる。そっか、いいわね。フレアも可愛いさかい、きっとボーイフレンドの一人や二人すぐできよる。そや、離れ離れになってずいぶん経ったのね。そやな。さて、グラスヒルバレーまであとどれくらい？もうすぐや。よっしゃ、飛ばすでフレア。はよワイらんとこに研究データ届けなあかんからな。そうね。待てよロバート。やれやれ、今度はお前かリョウ。話はカーマンとかいうおっさんから聞いたぜ。彼女を俺が見つけ出してはるよ。リョウ、ユリちゃんはどないしたんや？一緒とちゃうんか？途中で怪我をして今病院にいる。ロバート、どうしても行くのか？リョウ、ワイは考えを変える気はないで。じゃあ力ずくで連れ戻すまでだ。ラウンド1、はい。後できっと行くってユリちゃんに伝えといてくれ。わかった、無茶するんじゃないぞ。フレア、無事やったか？ロバート、どうして？さあワイと一緒に行こう。感動の再会か、涙が出るね。フレアは返してもらうで。お前の勝手にはさせないぜ。薬の効果見るがいい。
まだ眠るのは早いぜ。もうやめて、彼死んでしまうわ。お前は黙ってろ、これで最後だ。ユリちゃん、なんでここに。間に合ってよかった。ロバートさん、ずいぶん探したよ。ユリちゃん、ワイラ、ワイの本気の力、極限流空手の全てをお前に見せろ。ラウンド1ファイト。どうや、これがワイの力や。父さん、助けて。どうなっとるんや、急に怯え出したりして。薬の副作用で精神が逆行してしまったんだわ。ロバート、ごめんなさい。私、彼を置いていけない。私の父が彼のお父さんにしたことは繰り返せない。フレア。ロバートさん、ワイはここにおるで、ユリちゃん。フレア、もう引き止めることはせえへんで、ひとまずお別れや。さようなら。彼女を大事にしてあげてね。ああ、さよならや。さてと、ほんならイタリアへと帰ろうか。イタリア行き特別便はこのゲートですか。ユリちゃん、なんでここに。一人でイタリア旅行なんてずるいんだ。黙っとかな、誰かさんがうるさいからな。ご心配なく、チケットなら持ってるんだから。ハネムーンは南の島の方がいいんやけどな。え、あ、ドライヤー。ゲーム、オーバー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 。親父の元なんか行けられるかい。ま、ユリちゃんがおるから楽しいやろうけどな。ロバート・ガルシア役の小市万太郎です。普段はお芝居をやっています。燃えて泣けて決まる劇団 MOP をよろしく。どないや。私、これから幼児対抗したワイラーの子守ですね。以上、フレア・ローレンス役の斉藤明子でした。私もフレアのような心の優しい女の子です。え、誰ですか、それは嘘だなんて言ってる人は。ま、それはさておき、これからもフレアと斉藤明子をよろしくね。
ユリ、玉の輿だ。寮坂崎役の薄井正樹です。いや、女の子っていうのはやっぱり玉の輿に乗るのが夢なのかね。男の場合はこの逆の逆玉の輿っていうのがあるけど、どうやら俺は逆玉の輿には乗れなかったみたいだけどね。まあ玉の輿に乗れなくて食べ残しにならないようにみんな気をつけようね。じゃあまた。ロバートさんと一緒に旅行できるなんて幸せ。ひょっとしてお父さんに紹介されちゃったりなんかして、キャー、どうしよう。ユリ坂崎の声を担当させていただいている堀江香織です。いつも楽しいゆりちゃんですが、最近ロバートさんのことになるとやけに真剣。セリフを言う私まで照れちゃいます。ゆりちゃんともどもよろしく。誰だよ、ワンコーさんの連れてるペリカンとそっくりとか言ってるやつは。ロディ役の矢野英二です。そうですか、ロディはペリカンそっくりですか。ちなみに私は、あ、誰とは言いませんが、某大阪西区の荒木タバコ店のおばあちゃんにラビットに似てる、ラビット関根にそっくりだと言われます。きっと関根勤さんにそっくりだと言いたいんでしょうけどね。ラビットですか、古いな。まったく、このグラスヒルバレーというところはアメリカほども広いと思うぞ。え、違う。東堂克実役の由美雅恵です。私も一度アメリカへ行きましたが、その時かすみちゃんと同じように道に迷い、とても怖い思いをしました。あの時トイレの場所を教えてくれた方、保護してくれた警察の方、どうもありがとうございました。私は今も元気です。皆さんの街にも絵を描きに行くかもしれないのね。というワンコーさん役のモンスターマエスカです。私はもう一つワイラーもやってるんですが、どちらかといえば普段はワイラーに近いんですね。そうですね、よくそういう風に言われるんです。嘘嘘嘘、本当はワンコーさんの方が近いのね。バレた。ムジといえばやっぱり女王様かしらね。イメージはレニー役の石田久美です。どちらかというとムチより飴の部分をいっぱい持った可愛い女の子です。次はキャピキャピの女の子がやってみたいなと思っています。渋いロマンスグレーの魅力爆発。私はまだ30だ。カーマン攻略の小市万太郎だ。ん？確かロバートの声も。あれは私の偽物だ。実は私も芝居をやっている。燃えて泣けて決まる。そして笑える。劇団 MOP というところだ。次回は劇場でお会いしよう。そして節は28歳、10年後には38歳、30年後には58歳、50年後には死んどるやろね。フワジン役のジャイです。この正体は永遠に明かしません。私の剣舞に見とれていると怪我をする。クールなお姉さんは好きですか。今回は渋めに決めていました。シンクレア役生駒春美でした。とりあえず挑発は忘れないようにしろよ。ワイラー役のモンスターマエスカです。とりあえず毎晩歯はきちんと磨けよ。とりあえずパンツはちゃんと変えろよ。とりあえず宿題は忘れずにやれよ。とりあえず女の子は大切にしろよ。とりあえず、じゃあまた来週、バイバイ。